週に何回もジムに行く時間なんてありません。いや、そらそうですよね。わかりますよ。僕もそうです。そんな、毎回ね、週にね、何回も1時間、2時間、時間取ってトレーニングする時間なんて僕にもないです。最近ね、オンライントレーニングやってる人も多いですけども、家にね、仕事から帰ってきて、疲れてるのに、そっからまたオンラインで、皆さんと繋がって、トレーニング受けたり、オンラインのヨガの講習をね、いやー、なかなかハードですよね。それができないっていうのはね、すごい理解できます。僕もできないですね。なので、もっとね、片手間でやったらいいんですよ。トレーニングなんてね、片手間です。まあ僕の場合トレーナーなんで、まあ毎日ね、1時間ぐらい時間取ってみっちりトレーニングしてるんですかって言われますけど、いや、そんなしてないですよ。まあ1時間ぐらいね、時間取ってやるなんて、まあ週1回ぐらいじゃないですか。ただ、まあ毎日何かしら片手間で適当に、まあ適当にって言うと語弊がね、あるかもしれませんが、でも本当に適当にトレーニングしてるんですよ。それを、しているからこそ、まあ体作りがね、できる。そして時間をじっくりね、かけてあげて、時間をかけるっていうのは、そのトレーニングに時間をかけるんではなくて、長い期間をかけて、1ヶ月とかの話ではなくて、もう1年、5年、10年という形で、ちょこちょこね、隙間時間に片手間でトレーニングをしているからこそ、しっかりとこういった体がキープできるんだと思っています。いや、結局ね、トレーニングなんて別に気持ちとか環境とか、まあそういったの関係ないんですよ。なので、まあ仕事終わってね、かっこいいトレーニングウェアに着替えてね、ジムまで、おしゃれなジムに行って、皆さんと1時間トレーニングして、プロテインバーでね、カウンター席に座って、プロテインシェイクを飲んで、こうおしゃれに帰ってくるみたいな、それをね、週に3回、4回してるような方もね、まあ、いますよ。SNS とかも見たら、いますよね。それで綺麗な体を維持されている方、かっこいい体作られている方、いますよ。それはそれで素晴らしい。でも、それみんなできますかっていうことなんですよ。できないですよね。まあ、そういった時間とか、そういったお金があれば、できるかもしれない。でも、人によってはその時間があっても、そんな週3、週4、そう、もうやりたくないと。かっこいい体、綺麗な体作りたいけど、そんな、そこまでやりたくないという方がほとんどだと思います。ね、ああいう、まあ、自分たちの目に飛び込んでくる、そういった SNS の、写真とかはね、それをやっている方は、やっぱりそれが専門でとか、それが仕事でとか、何かしら、まあ、自分が大好きでとかいう形でやられている方なんで、それとね、自分の日々の運動、ダイエットと比べてしまうと、やっぱり見劣りがするのは当然なんですね。ただ、そういったところでね、トレーニングするのと、別に家で適当にスウェット上下で自分のフローリングにこうマットをパッと敷いてやる運動でも、自分でね、プロテインの粉をシェーカーに入れてこうシャカシャカ振って飲んでも一緒なんですよ。効果は一緒。なので、トレーニングすることにそういった気合を入れたりとか、ね、環境を求めすぎず、本当に自分の今生活してる範囲内、自分が住んでる家の中で、十分に効果出せますんで、そこにね、もうちょっと着目してもらえたらなと思います。まあ、いろんなね、研究発表されてますが、まあ、基本的には1週間のうちね、150時間からまあ200時間ぐらいね、動いてほしいなと、いうことなんですよ。なので、まあ、大体ね、1日に直すと2、30分なんです。まあ、30分やれば十分ですね。毎日やれば210分になりますからね。はい、なんか1日30分と思ってもらって、じゃあその30分をどうやってね、演出するか、どんな感じでやっていくかね、トレーニングね、そこをね、考えてほしいなと思います。じゃあ私の場合どうやっているかっていうのを、まあ、簡単に公開しますね。まず家からここの職場まで、まあ、大体ね、5分ぐらい自転車なんですよ。なんで、まずウォーミングアップみたいなもんですね。5分ぐらいバーっと割とね、頑張ってこいでウォーミングアップして出社っていう感じになります。で、5分間の自転車の後、まあ、ここに入ってきて、まず、マットの上に、座ります。そのままね、そのままマットの上に出社したらすぐ座って、はい、今、イヤホンしてますが、イヤホンをします。で、自分が見たかった YouTube、はい、もういきなりね、見始めます。マットの上で。ただ、出社して楽しい YouTube を見てるだけです。その YouTube を見ながら、自分がいつもルーティンでやってる、まあ、関節のトレーニングがあります。まあ今日は股関節しようかなとか、今日は肩回りしようかなっていうのがあるんですが、だいたい20分ぐらいね、自分のルーティンがあるので、まあそれをね、
ただ YouTube を見ながらね、まずやるんですよ。だから気持ち的にはトレーニングしてる、関節の運動をしてるっていうよりは、見てるっていう方が自分的には大きいんです。で、その20分が終わったら、まだ YouTube は耳で聞きながら、一つね、高強度のウェイトトレーニングをします。なので、例えば今日はスクワット、今日は懸垂とか、今日はベンチプレスみたいな感じで、何か一つね、割と強度の高いトレーニングを一種目だけやります。で、例えばスクワットでしたら、スクワットを6セット、一種目だけですけど6セットやります。その6セットの間の休憩ですね、インターバルって言いますけども、そのインターバルを3分間取ります。なので、6セットやるとなると、間の休憩時間は5回ありますよね。で、休憩3分間取りますんで、全部で15分トレーニングの間にね、休んでる時間があります。その間に掃除をするんです。そして、さらに掃除だけじゃなくて、プロテインを作る、あとコーヒーを入れるっていうのも全部やっちゃいます。どういうふうにするかというと、まずスクワット1セットやります。まあ1セットなんてね、何十秒で終わりますよ。何十秒スクワットして、そしたら、水を給湯室に汲みに行って、で、ティファールのね、お湯沸かすやつで、お湯を沸かすスイッチを入れて、で、沸いたらコーヒーをね、入れ始めます。これをね、3分の間にやろうとします。で、3分経ったらタイムがピピッとなりますんで、またスクワットを始めます。で、2セット目のスクワットが終わったら、そしたらね、次はプロテインを作るんで、シェーカーの中にね、水とプロテインと入れて、シャカシャカやり始めますね。こういう感じで、セット間にいろんなことをするんですよ。で、またピピってなったら、とりあえずスクワットして、ね、してる間だけは集中してますよ、スクワットに。ただ終わったら、はい、じゃあ次また掃除なんで、掃除機かけ始めますね。掃除機かけてる間にまたピピってなったら、一旦掃除機止めて、スクワットして、という形で、すべてね、6セットが終わるまで、とりあえず、いろんなことをしながらね、合間にスクワットしてるっていうような感じです。そしたら、まあ、ジムに着いて、まあ、職場に着いて、だいたい40分ぐらいの間にですね、トレーニングは完了して、掃除も完了して、その間にコーヒーも入れて、プロテインも準備ができて、あとはゆっくりと飲むと。ね。さらには、YouTube、その40分間の間は、YouTube ずっと聞いてますから、ずっとね、見ながらでやれるわけではないんですけども、掃除とかしてるからね。でも、聞きながらね、で、時にチラチラ見ながらね、やってます。そしたら、結構40分の間にいろいろできません？ね、朝の準備もしてるし、YouTube も見れてるし、トレーニングももうこれで終わりですよ、基本的には。1日最低限やらないといけないトレーニング、これで終わり。さらには、それをやりやすくするために、もう前の日にね、準備してるんですよ。だからここから帰るとき、帰るときにもう朝来たらすぐマットでできるように、もうマットもちゃんと真ん中に引いておいて。で、あ、明日はスクワットだなと思ったら、もうスクワットのね、する準備しとくんですよ。もうバーをスクワットの高さにしておいて、置いといて、ね、スクワットの時使うベルトとか、必要なものももう出しといて、で、次の日の朝にスクワットをもうすぐ、あとやるだけの状態にしておきます。あとはね、それを、まあ、僕はジムがあるんでそういうことができてるけど、皆さん家でやるんだったら、家も同じような形、朝テレビの前にマットを引いて寝ておくと。そしたら、朝起きたら、まず、一番最初にするのは、腕立て伏せだとしたら、腕立て伏せ。10回とりあえずして。で、もうテレビつけてでいいですよ。テレビ見ながらとりあえず10回して。で、顔洗いに行って、戻ってきて、また10回して。っていう感じで、いろんなことをする流れっていうのがあると思うんですけど、その合間合間にね、ちょこちょこトレーニング挟んでください。トレーニングしてる時間、腕立て伏せ10回、まずやろうと思ったら、2、30秒で終わりますよね。そういったものを毎日しないといけない、朝しないといけない行動の中にちょこちょこ入れていってもらうだけです。それぐらい片手間に考えてください。もう何かしながら、もう間にちょっと暇があったら、もうやったろうかなというぐらいで、腹筋をしたりとか、腕立て伏せをしたりとか、背筋をしたりとか、まあ家で何かダンベルとかがある方は、まあそういったメニューを決めてね、もう朝の時間忙しいと思うので、まあ、朝30分あるとしたら、その30分でいかに出勤する準備をしながらトレーニングも終わらせてしまうかというようなことを考えてもらうと、もう朝に全部終われば夜できなくてもいいんですよ。夜元気だったら、まあそういったね、オンラインのものを活用したり、ジムに行こうかなとか、いうことができると思いますが、とりあえず朝完了してるので、もう今日の一日の運動は、とりあえずは終わってる状態、最低限は。そういったもの、状態を作りながらやってもらうと、本当にね、いろんな効果、
出しやすいと思いますので、ぜひトレーニングっていう感じで重く感じている方、準備をしっかりしないといけない、いい環境でやらないといけないと思っている方は、本当に髪の毛ボサボサでね、パジャマのまま腕立て伏せやってください。おしゃれなジムでやっても、家でその状態でやっても、腕立て伏せは腕立て伏せですから。という感じで楽に考えてくださいね。未来の自分の体のために今できることをやっていきましょう。